って東だよな。本当だ。なんか偉そうにしてるね。出世しやがったか。羽村がいないんで伸び伸びしてるって感じ。ん？見ろ、東が表に出るぞ。俺は東を尾行してみる。三人で盗聴を続けるより手を広げよう。俺も行く。じっとしてんのは性に合わねえ。じゃあ僕一人で盗聴。後で代わってやっから。
タボ、俺らこんな風に歩いてて大丈夫なのか。今頃ショーノがモグラを差し向けてきてるかもな。いつ襲われてもおかしくないんだ。やっぱそうだよな。どこに向かってんだ東は。なあ、今なら東も一人でいるし、思い切って話しかけてみるか。この間料亭でやり合って以来だぜ。俺らに聞く耳持つか。ダメで元々だ。ダメで元々か。よし、じゃあ行ってみっか。